不器用で大雑把で超初心者のいまちです。めちゃくちゃ楽をしながら小さな水槽を立ち上げてみました。使ったのはことぶきのクリスタルキューブ200です。幅、奥行き、高さ全部20センチの水槽です。まず傾斜を引いていきます。これは、以前ボトルアクアで使っていた砂なので、おそらくバクテリアがある程度住み着いていると思われますが、実際のところはちょっとよくわかりません。はい、で、溶岩石を買ってきて入れました。ちなみにこの水槽はときわチャンネルさんというチャンネルの動画でおしゃれな20センチキューブを作っていたのを見たので、それをかなり参考にさせてもらっています。はい、ニューラージパールグラスを植えていきます。まあ、結果的にはソイルなしでニューラージパールグラスを育てるのは僕にはちょっと難しかったので、まあ、正直言うと、まあ、入れなくてもよかったかなというふうに思っています。陰性水草の定番のアヌビアスナナプチです。チャームで石にもう活着させたものが売っていたので、もうそれをそのまま使っています。まあ、レイアウトのためにこれ多分巻き直したりするの方が多分いいんでしょうけど、もう楽できるところは楽をするという精神でやっています。で、次にミクロソリウムです。これを溶岩石の間に挟み込むように植えました。もう植えたというか、もう挟んだっていう表現が近いんですけど、こんなように、基本的には CO2 の添加なしでも育つ水草で、手入れが簡単なものをこうやって選んでいます。もうあくまで、卓上で気軽に水槽を立ち上げるっていうのが、このコンセプトなんで、もう正直凝ったレイアウトとかもやらないし、CO2 の添加やヒーターさえも入れません。なんですが、1個外掛け式フィルタージックスのスリムフィルター SS をつけました。まあ、照明以外に唯一入れる機材になります。水槽の中にこう水流を起こすっていうことが、まあ、目的なのと、もう一つは、フィルターの、ろ過層の中にろ過剤を入れるんじゃなくて、山崎カズラという植物を入れるためにこのフィルターを設置しています。実はこの山崎カズラの水質浄化能力で小型水槽を回すというテクニックをときわチャンネルさんで紹介されていて、それをもう真似させてもらったっていう感じです。ろ過剤を入れちゃったりすると、結局そのろ過剤自体のメンテナンスが必要だったりするし、そもそもやっぱり実は植物を刺しちゃう方が圧倒的に楽なんですよね。これは僕もビオトープとかボトルアクアとかをやっていてちょっと分かるようになってきました。本当にね、この植物の浄化力、植物の力ってすごいんですよね。使えるものは絶対使った方がいいなと僕は思ってます。はい、ミッキーマウスプラティです。これも生命力強めの魚なので、ヒーターを入れてない水温が26度とか行ってない水槽でも元気に泳いでくれます。あとは苔対策でオトシンネグロを入れていて、はい、似た魚でオトシンクルスというものもいるんですけども、それよりもオトシンネグロ、オトシンネグロスとか言われますけどの方が、低水温に強いというふうに言われてます。そして青コリって呼ばれるコリドラスパレアタースも入れました。これも比較的低水温でも大丈夫っていうふうに言われている魚です。ちなみにこれ置いている家なんですけど、実は長野市で、一般的には寒冷地って言われるところにあります。ただ家自体は、鉄筋コンクリートのマンションで、しかもリビングに置いているので気密性が高い上に、基本的には冬でも暖房入っているのである程度暖かいです。なのでもし
すごく寒い極寒になっちゃうような部屋で飼育する場合は、紹介した魚でもヒーターはあった方がいいんだろうなって思います。さて、飼育して1週間くらいでちょっとした事件が起こりました。プラティが1匹フィルターの中に入り込んでしまってました。で、これは多分僕がレイアウトに流木を加えたくなって、こう水上に飛び出るような流木配置をしていたところ、どうやらその流木が水槽にかかっているフィルターへのはしごみたいな感じになって、それが原因でプラティがこのフィルターのろ過層の中に入っちゃったんじゃないかなというふうに思います。また、山崎カズラが1本早消したみたいな感じになってしまっちゃいました。照明をジェックスのリーフグローを使っていて、割と高い位置から当てるようにしていたんですけど、どうもそれが逆効果だったようで、現状は今山崎カズラへの光はちょっとこうこぼれる程度にしていて、正直ちゃんと当たらないぐらいがもしかしたらちょうどいいのかなというふうに思っています。ちょっと照明の感じはまだ探り探りですね。はい、立ち上げから1ヶ月半が経った状態です。水替えの頻度は最初の頃は毎日やっていて、1週間が過ぎたら2日に1回で、1ヶ月が過ぎた頃には3日に1回みたいな感じでやってきました。本当はこんなにいらないんじゃないかなというふうに思っていたんですけど、思った以上にプラティもコリドラスも結構餌をバクバク食べて、結構見た目にわかるぐらいに大量の糞をしていたので、ちょっと怖くなって、初めの頃は水替えの頻度を上げていました。1ヶ月半が経ってもアヌビアスナナもニクロソリウムもほとんど成長しているように見えないんですよね。この成長の遅さがやっぱりこう水草を管理する上でも非常に楽だなというふうに感じてます。で、ちなみにニューラージパールグラスなんですが、思いっきり浮いてます。完全に枯れてるような感じではないんですけど、ちょっとこの水槽での管理は僕には難しかったです。肝心の山崎カズラなんですけど、フィルターの中で根っこがうにょうにょと伸びてきているのがわかります。あんまり窮屈になったら対処しなきゃなとは思っているんですけど、今のところ放置しておこうかなと思ってます。プラティは油膜を積極的に食べてくれているんですよね。こういうのもやっぱり楽をするためにはありがたいです。で、結構動画を回していたつもりなんですが、オトシンネグロは夜行性のようなんで全然出てきてくれませんでした。はい、ということでこんな感じでちょっと楽をしながらの卓上アクアリウムを引き続き楽しんでいこうと思います。